皆さん、こんにちは。俳優の佐藤浩市さんは、2023年には62歳を迎えます。しかし、ファンの間では、年齢よりも老けすぎなのではないかと言われています。以前の佐藤浩市さんは、ふっくらして、渋いおじさまという感じの顔つきでした。しかし、2020年頃から佐藤浩市さんが痩せたことを、心配する声が上がっていました。今回は、佐藤浩市さんの私生活を中心にお話ししたいと思います。佐藤浩市さんは1960年12月10日生まれ、東京都新宿区の出身です。父親は俳優の子三國連太郎さんです。三國連太郎さんは4回結婚しており、佐藤浩市さんは3人目の結婚相手の子供でした。小学校6年生の時に三國連太郎さんが佐藤浩市さんと3番目の奥様の2人を捨てて家出したため、その後は母親と暮らしました。俳優の三國連太郎さんは日本の映画界を支える存在でしたが、2013年4月急性心不全により90歳で他界しています。佐藤浩市さんは多摩芸術学園映画学科、現多摩美術大学美術学部演劇舞踏デザイン学科在籍中の1980年に NHK 続事件で俳優デビューします。翌年、深作欣二監督映画青春の門に出演し、第5回日本アカデミー賞新人俳優賞、ブルーリボン賞新人賞を受賞し、俳優として生きる決意をしたそうです。1983年一人ぼっちのオリンピックでテレビドラマ初主演を飾り、1988年隠密奥の細道で連続ドラマ初主演を務めました。その後テレビと映画で活躍します。1994年四ツ谷怪談で日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞しました。2000年ホワイトアウトと2003年みぶぎ市伝で最優秀助演男優賞を受賞しています。私生活では1986年にモデルの女性と結婚し、3年後に離婚しました。離婚原因は2つあるそうです。1つは性格の不一致ということでした。そしてもう1つの離婚原因は佐藤浩市さんにあったとされています。佐藤浩市さんは幼い頃、父親の愛情を受けて育ってきていないため、息子に対してどんな父親でいればいいかわからず、息子とうまくコミュニケーションを取ることができなかったといいます。そのため元嫁との夫婦関係にも亀裂が生じていったそうです。その後1993年に舞台女優広田綾子さんと再婚し、前妻と現在の妻の間に一人ずつ子供がおり、現在の奥様の子供広志一郎さんは俳優として活躍しています。奥様の広田綾子さんは芸能界に入る前から佐藤浩市さんの大ファンだったようで、佐藤浩市さんに接触するために芸能界に入ったと言われています。最初は劇団に所属して舞台女優をしていたわけですが、念願の佐藤浩市さんに出会い、猛アプローチの末に結婚できたことによって奥様は劇団を退団しています。ちなみに奥様が劇団を退団するように勧めたのは佐藤浩市さんの方だったといいます。さて、ここで冒頭の話題に戻ります。ある写真を見ると、一緒に写っている健康的なリリコさんとは対照的に佐藤浩市さんは痩せこけて、特に顔のシワが目立っています。その時佐藤浩市さん本人は一回役作りで太って、そこから痩せたら一気に老けたと語っていたそうです。ではいつから急に老け痩せ始めたのでしょうか。2016年に公開された映画六義の時には佐�藤浩市さんは56歳でした。この時は健康的で若々しい姿を確認することができます。2017年に放送されたドラマ石舞天の時には佐藤浩市さんは57歳でした。この時もあまり老けた印象はなく、痩せた感じもありません。2018年に放送されたドラマAではない君との時には佐藤浩市さんは58歳です。この時もやはり痩せている印象はありません。2019年に公開された映画
空母息吹の時には首相役を演じた佐藤浩市さんですが、痩せたイメージはここでもありません。2020年に公開された映画FUKUSHIMA50 の時には佐藤浩市さんは60歳です。ここで変化が見られました。2019年の時の写真と比べて明らかに痩せているのがわかります。佐藤浩市さんの痩せた理由としては病気やがんによるものではないかと言われています。確かにがんも痩せて老けているイメージあります。ネットの検索エンジンで佐藤浩市さんを検索すると佐藤浩市がんのキーワードが出てきます。佐藤浩市さんはがんだったのでしょうか。結論から言うとがんはデマの可能性が大きいです。2020年3月の週刊文春に本人が登場し、年明けに大腸ポリープの除去手術を受け、さらに2月下旬にはその時に見つかった腸壁にできた跡のようなものの除去手術を受けた、トータルで1週間ぐらい絶食し結構効いたと話し、佐藤浩市さんの急激な体重減少の理由を本人が語っていました。しかも同年1月下旬にはアニサキスにも当たってしまい、その間も食事をとることができずトラブル続きだったようです。しかし現在は体調が回復して普通の生活に戻ることができているようなので一安心といったところでしょうか。佐藤浩市さんは5キログラム強痩せたと話していましたが、それ以上減量しているように見えて心配する声が上がっていました。大腸ポリープの手術で1週間絶食したと話していた佐藤浩市さん、しかし医療関係者は大腸ポリープの内視鏡手術では直前に絶食はあるものの手術後には食事をとれるようになると話しています。またアニサキス症の治療でも絶食は2、3日で済み、佐藤浩市さんの発言に違和感が感じられるそうです。しかし本人はがんと公表していないので、がんというのは誤報だと思われます。2020年から2022年現在まで佐藤浩市さんはテレビドラマ映画と活躍が続いているので、急激に老けたのは大きな病気のためでないとも考えられます。また佐藤浩市さんは芸能界屈指のゴルフ好きで有名であり、大会に出場したり頻繁に練習場を訪れたりしていて、相変わらず元気に過ごしているようです。佐藤浩市さんの痩せすぎが発覚したのは2020年の秋に老ボクサー役の映画に出演した時です。体重を64キログラムまで減量したために頬がこけて老けたと分かりました。2020年12月4日放送の TBS ぴったんこカンカンの中で進行役の TBS 安住紳一郎アナから2020年3月くらいに激痩せして心配の声が上がっていたことを聞かれ、佐藤浩市さんが痩せた理由を先ほど触れた時と同じような内容を説明していました。すなわち大腸ポリープの手術、アニサキス症、老ボクサー役の映画、この3点です。身長182センチメートルの佐藤浩市さんが映画の老ボクサー役のため64キロまで落としたので激痩せして老けて見えたのだということが考えられます。佐藤浩市さんは2022年7月15日公開の映画キングダム2000かなる大地へに呂不韋役で出演しました。その時も痩せた、老けたと話題になっていましたが、おそらくお年を召しているため2020年の影響が続き、そのまま撮影に入った影響が考えられます。最近佐藤浩市さんはインタビューを受ける際言葉を慎重に選んで答えていると言います。インタビュー時の雑談で冗談交じりにこういうこと言ったら炎上しちゃわないかななどと弱気なことを口にしているそうです。この理由を紐解いてみると、どうやらある出来事がトラウマになっているようでした。その出来事とは2019年5月に公開された映画空母息吹について受けたインタビューでの発言がきっかけだったといいます。佐藤浩市さんは同作で総理大臣役を演じており、雑誌のインタビューで次のように答えました。ストレスに弱くてすぐにお腹を下してしまうっていう設定にしてもらった体制側の立場を演じることに対する抵抗感が
まだ僕らの世代の役者には残っていると語ったのです。このインタビューの一部分だけが SNS で拡散されると、作家の桃田直樹さんや幻冬舎の健丈徹社長が安倍首相を揶揄している、三流役者が偉そうにと噛みつき炎上しました。佐藤浩市さん側も言いたいことはいろいろとあったようですが、トラブルを避けるためあえて相手の土俵に乗らずに静観したそうです。炎上騒動から数年が経とうとしていますが、佐藤浩市さんの脳裏にはあの時の恐怖が今も染みついているそうです。どの映画でもインタビューを精力的にこなしていますが、自分の発言がネットで炎上していないか自分の名前で評判を検索するエゴサーチをしているそうです。押しも押されもせぬ実力派俳優の佐藤浩市さんですが、若い頃には父親との確執もありました。佐藤浩市さんは2世俳優で、若い頃から父親の三國連太郎さんと比べられて悩んだ過去があります。どうしても評判を気にしてしまうのは昔からの癖のようです。いかがでしたか？今回は佐藤浩市さんの私生活について深掘りしてきました。大腸ポリープ手術、アニサキス症と映画の老ボクサー役があり、痩せたことで老けたように見えたということが分かりました。数々の賞を獲得したベテラン俳優のこれからの活躍にもさらに期待したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたらコメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。